こんにちは。宮本照作、本を積んだ小舟より、ボードレール悪の花を4回に分けて朗読しています。今日は第3回目をお送りします。その後、私はランボーの詩を読み、父が買ってくれたボードレールの詩集も読んだ。当時も現在も、詩としては私にはボードレールの方がわかりやすい。だから高校生の私は、わかりにくいものが叙事で、わかりやすいものが叙情だと解釈してしまった。私はポケットにボードレールの詩集を突っ込んで、悪の花を読みふけているうちに、自分も詩が書きたくなったが、書いてみると、どれもこれも歌謡曲の詩みたいで、出来上がるたびに破り捨てた。私には、叙事と叙情の言葉の意味は理解できたが、それが一つの文学作品となった場合における、叙事的作品と叙情的作品の明確な縦分けは理解できなかった。ただ、叙事的なものが徹底的に叙事へと突き進むと、言葉の後ろ側からほのかに叙情が湧き上がるということに気づき、またその逆のことも生じるのを知った。私が大学に入った頃、父と千日前のフグ料理屋で飲んだ。父はもうその頃すっかり体も弱り、酒をコップに半分ほどしか飲めなかった。私はどうして父がボードレールに関して、ようもまあこれだけつまらんしばっかり書き上がってと言ったのかを聞いてみた。父は首をかしげて苦笑し、よ捨て人の瞑想で建てた家で、何人の子供がまっとうに育つと思う？そう私に聞き返して、それ以上のことに触れようとはしなかった。ボードレールの詩を好きやったんやろ？途中で嫌いになったんか？好きとか嫌いとかは関係ない。どうでもようなったんじゃ。父は何かを考え込んでいたが、やがて日蓮の言葉を口にした。日蓮が門下に宛てた手紙の一節だった。二禅の恭々の心は、心の澄むは月のごとし、心の清きは花のごとし、法華経は叱らず、月こそ心よ、花こそ心よ、と申す法門なり。二禅とは、釈尊が法華経を説く前に説いたすべての経文のことである。それらの経と法華経との決定的な違いを日蓮はそのように表現した。みんな、心の清きは花のごとし、心の澄むは月のごとし中止ばっかりで、月こそ心、花こそ心、中足を書いたやつはおらんな。ボードレールがそれにちょっと近づいたが、近づいた詩はどれもこれも地獄からのメッセージばっかりや。おそらく私と父が愛憎を抜きにして穏やかに酒を酌み交わしながら詩や文学の話をしたのは、その夜が最後だったという気がする。今日はここまでにいたします。宮本照作、本を積んだ小舟より、ボードレール悪の花の第3回目をお送りしました。ありがとうございました。